ここは日比谷線ではなく熊本電鉄の藤崎宮前駅です。元東京メトロ03系が03型として日比谷線時代の1号車と8号車の2両編成で使用されています。塗装は日比谷線時代のままで8号車の表記も残されており、東京メトロのシンボルマークは熊本電鉄のものに変わりましたが、カラーリングはそのままとなっています。こちらは藤崎線と菊池線が合流する北熊本駅。車両基地が併設され、列車運行上の拠点となっています。熊本電鉄では、元銀座線の東京メトロ01系も、01型として使用されています。このように元東京メトロの車両同士の共演も頻繁に見ることができます。こちらは菊池線の終点、三好駅。単式ホーム一面一線の無人駅です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。